1年半前の秋、ある高校の体操競技部の顧問がこんなことを言っていました。木之本高校にもし上がってきてくれたら、木之本高校歴史上最強の世代になってくれると思っています。あれから1年半、その思いは現実のものとなったのです。当時中学2年だった体操経験者の彼らが見事入試に合格し、体操競技部に入部してきたのです。合格したので嬉しかったです、はい、今受かったんで、ここで体操ができるなっていうのが今の気持ちです。目標はインターハイに出場することです。当時中学生だった3人、たくましく成長し、いよいよ木之本高校史上最強世代として活躍が始まります。羽ばたけ、トコワカアスリート。この番組はトップと ご覧の各社の協賛でお送りします。熊野市、三重県南部にある海沿いの町で、世界遺産獅子岩や鬼ヶ城の奇岩、熊野古道で有名な土地です。今回お邪魔した木之本高校は、大正9年に前身の木之本中学校が開校、創立100年以上という伝統校です。今回お話を聞くトコワカアスリートも木之本高校体操競技部の皆さんです。部の歴史は昭和37年に始まり、現在の部員数は新入生を入れて6人。これまでインターハイ出場をはじめ、多くの大会で好成績を残してきました。選手たちを率いているのが顧問の小柳先生。名門久居高校で学び、赴任9年目を迎えました。昨年については、団体で3位、子どもたちの目標としては、東海大会出場だったので、2位に入りたいっていう思いがあって、それを目標に頑張ってきたんですけど、あと少しというところで届かず。そこに入部してきたのが、小柳先生が小さい頃から木之本高校に招いて指導してきた3人の1年生。みんな経験者なので、キレのある動きを見せています。小柳先生と出会ったのはみんないつぐらいから？本格的にやり始めたのが小学校3年生4年生あたりです。厳しい時は厳しいけど、しっかり技できたりとか、褒めてくれる時はしっかり褒めてくれるので、そういうところはすごいありがたいなと思います。小柳先生が、今年のみんながずっと昔から体操をやってて、木之本高校最強世代なんじゃないかって言われてたけど、そういうの聞いてどう思う？先生の期待に応えたい部分はあります。しかし、ここまでの道のりは決して順調とは言えませんでした。選手生命を左右するある試練が彼らを待ち受けていたのです。やっぱり他の子たちはもうクラブ引退して高校受験の勉強、高校受験の勉強をしてたんですけど、だけどあの子たちは最後の大会も残ってるっていう状況で、なかなかこう体操よりも勉強せなあかんのじゃないかっていう不安とかを抱えながらやっていたっていうところと、全然こう真剣にやってる姿が見られなくて、でそこで自分自身もちょっとこうカッツを入れないといけないなと思って、だいぶこう厳しく注意した場面があったんです。自分もやっぱりね、滝から通ってますし、やっぱり1時間以上かけてやっぱりこの距離を通ってるっていう思いもありますし、こんな練習しかできないようじゃ、やっぱり自分は人生かけてこのまま見れないっていうことを、子どもたちと、あと保護者の方にも
伝えさせてもらって思いも汲み取ってくれて自分たちこれから頑張っていくのでもう一度見てくださいっていうようなことを言う子もいました。一方の選手たちはテストとかそういうところのなんか勉強っていうのを理由で、まあ、ちょっと休むことが多くなっちゃったっていうのが一番原因かなとは思います。どっちか1個だけやってもう1個の方をおろそかにするなよっていうふうに言われたわけや。体操をちょっともうやめたいなと思ったこととかなかった？ありました。あった。もう何が理由で今まで続けてこられたかな体操。ここまでやってきたからもう最後までやりきりたいと思いました。体操部で頑張れてる子って結局学力もそうなんですけど頑張る力なんで、成績面はめちゃくちゃ上がってます。そんな中この部の OG でこの春大学に進学する伊奥選手が訪ねてきました。小柳先生にとっては手塩にかけて指導した可愛い教え子です。後輩たち頑張ってますけど、その姿ってどうですか？はい、みんな私が引退した時よりも成長していて今後の活躍がすごく楽しみです。4月からちなみにどこに行かれたんですか？京都にある同志社女子大学です。実は同志社大学の元監督が伊奥選手を評価、スポーツ推薦を勝ち取ったのです。そのきっかけは、三重テレビさんがアップされている YouTube でしか私は見たことはございません。はい、なんとこの番組が役に立ったわけですね。可能性にかけさせていただいたというのがあります。この先生に教えてもらった教え子は必ずこれは成長するだろうと、まあ、保護者の方とご相談された結果受験したいという申し出にしまして、この度合格しまして4月1日から同志社女子大学に通って同志社大学体育会体操競技部に入部するというそういう形になってます。はい、しかしいい話ばかりではありません。木之本高校のある熊野市は少子化や過疎化が進み隣町の紀南高校と統合されるのです。学校も統合しますし、これでこのまま行ったらどんどん地域が衰退していって熊野であったりとか過疎化になっていって生活していくのも非常にこう厳しくなっていくのかなと。だからこそいかに地域活性をしていくかっていうところは僕自身すごく重要だなって思ってます。じゃあそれを誰がするの？今住んでる人たちはもちろんですし子どもたちに伝えていかないといけないと思うんです。なのでこの地域がやっぱり衰退していって本当に成り立たなくなっていっていいんかっていうことを本当にいつも子どもたちに問いかけています。この熊野市はもう人口少ないし、まあ、僕も将来このふるさとがなくなるのが嫌なんで小柳先生の意思をまあ継ぎたいなとは思ってます。高齢者とかがこの町は多いんで将来医療系に行こうと思ってるんですけど、そんな感じで熊野に戻ってきて支えていこうと思ってます。熊野に恩返ししたいなと思って。そんな問題を解決しようと住民も小柳先生に協力しています。倉庫の中では、え、一体ここは何？この番組はトップと ご覧の各社の協賛でお送りしました。木之本高校から自転車で20分の場所にあるとある倉庫、中では体操競技部のメンバーが生き生きと練習しています。実はここ民間の体操クラブなんです。コロナになった時に施設開放がダメってなって体育館が使えなくて、そうなんです、そうなんです、まあ、保護者の方に相談したところ倉庫をたまたま持ってる方がいらっしゃって、でその方がすぐに動いてくださってここを貸してくださるっていうことでアクティブ体操クラブっていうところができている状況です。熊野市の過疎化を防ぐにはまず働く場が必要。先生は古巣被災高校の後輩や
日の本高校の OB、OG に声をかけ、このクラブの運営に貢献しているのです。未来の最強世代が着実に育っています。本当にやっぱりこの地域に帰ってきてくれるっていう仕組みと、残って盛り上げていきたいっていう気持ちであったりとか、その方法っていうところを教えてあげるのが自分の役目だと思ってるんです。自分と同じような考えであったりとか、まあ、そういう指導者を育てていって、今度はその子たちがまた下の子たちに伝えていって活性化していくような流れを作っていきたいなと思っています。羽ばたけトコワカアスリート。次回は津商業高校ソフトボール部。三重県内で強豪なのはもちろん、インターハイなど全国大会でも活躍する津商ソフト部、そして OG はソフトボールのみならず部活で鍛えた身体能力で意外な競技でも大活躍。合言葉は全力津商。お楽しみに。